こんばんは。やっほあ、明日多分配信できないんですよね。明日は朝早いと聞きました。すごいね。マネージャーさん？マネージャーさんいっぱいいる。ふふふ。さすがですな。なんかね、できる時間あれば。急に始めるかもしれないけど。自配信できるのかな。まあ、チケットはいっぱいありますね。15枚ぐらいある。絶対使わん、そんなに。もしかしたら急に15分やったりするかもしれんし。ですね。徳島。
うん。昼はお出迎えメンバーさせていただきます。最後のお出迎えですね。もうメンバー最後まで決まってるので、お話し会も受付中です。もう明日からアルバムのイベントも始まりますしね。6月から早い。話したいこと今のうちに。来月から始まるんで、後から申し込みはできません。広島が狙い目です。広島でもあと1時間目2時間目だけど、オンラインあんまりあれなのかな。
あんまりあれなのかな。オンラインは最後の最後完売ですね。毎回最後の最後はすぐ完売する気がする。なしやすいよね。私好きなんだけどな。あ、名前覚えやすいね。オンライン。よし、そうだよ。起きてすぐ参加できるから。移動距離。0m だよ。落ち着けるし好きなんだけどね。そうなのか。うん、そうなんだけど。寂しくなっちゃうな。そう。オンラインにオンラインの良さもある。6月か。何が起きるかな。あのね、6月は何か起きるって起きる、何か起きるって言われた。リネタンと一緒に行った占いの人に、当たるで有名の6月なんて、なんか6月に何か、もうちょっと忘れてしまったんですけど忘れちゃったんだけど、6月に何だっけ、何か変化か分かんない。でも6月から何かって言ってて
違うんよ。ほんと忘れちゃった。結構前に行ったから、何月かだけ覚えてる。6月変化だったかな、何か変化って言ってた。そしたらリネも6月何か変化があるって言われてて、これはグループに関することなんじゃないかっていうことは言ってた。一緒かいみたいな。なんだったかな、分かんない。お互い個人的に変化が当たってたのか分かんないけど、言っておりましたよ。なんだろうな、でも性格はもうほぼ全て当てられたけど生年月日でなんか当てられた。パッと見でわかるもんなんかな、生年月日とタロットカード。だから6月は期待してる。パッと見てわかるんかね。なんかいつも思うけど、よくわかるなって。当てられました。なんだかな、なんて、なんだったかな なんで言ってたかな なんだっけ。あ、ストイックとか、ストイックとか目標を立てる、なんだっけな、なんだっけとか、なんだっけな ちょっと前だから忘れてきちゃった。あ、疑い、人間に対して疑い深いみたいな。みたいなこと。疑い深い、合ってるよ。いや、ちょっとそんな感じだった気がする。ちょっと忘れてきた。
忘れました。だから6月で何も起きなかったら嘘ってこと？嘘か本当か6月でわかるよ。このご未来で、この6月で、私がこれからなんて言うかわかる。でもあの時なこうだったもんなってなるか。あの時こうだったから信じようってなるか。なんかさ、今 MBTI めちゃくちゃ流行っとるよね。めっちゃみんな私これですみたいな。私変わってるかな、もしかして。やってみようか。無料性格診断テスト、え、これかな。めっちゃわかりやすい。これか。なんかめっちゃわかりにくいイメージあったんだけどさ、わかりやすいやつもあるんか。これ何問あるんだろう、わかんない。これ配信でしたらさ、もう配信終わるかな。同じやつ？たった10分で自分がどんな人間でなぜそのような行動をとるのか不思議なくらい正確な説明が手に入ります。この手に入りますって言っとる時点でちょっと日本語が10分でできる。定期的に新しい友達を作る。いや作らん。どういうこと、どういうこと。定期的に新しい友達を作る。あ、これってあれよね、日常だよね。アイドルをしててっていうやつじゃなくて、もう普通に普通によね。作らんな。全然友達作らんな。さまざまな面白そうな事柄について探求するために多くの空き時間を費やす。どういうこと？さまざまな面白そうな事柄について、あ、面白そうなことに調べるのに多くの空き時間、時間をかけるってことでしょう。これはかけますね。じゃまずね、まず理解力が必要なんよね、これ。他の人が泣いているのを見るとすぐに自分も泣きたくなる。あ、これは同意。何、え、なんか、なんか、え、大、え、大替え、大替え案の、大替え案を考え、あ、あー、もしも、お、もしも、もしものこと、からのもしものことを考えることはめっちゃ多いですね。
大きなプレッシャーがあっても通常冷静でいられる。これはさ時々よくわからないんですよね。なんか冷静ではあるかもしれないし、冷静じゃないかもしれないから、プレッシャーか、プレッシャー、まあ何事も冷静ではありますけどね。プレッシャーか、じゃあ真ん中にしよう。わかんない、どっちもある気がする。社交の場では自ら進んで新しい人に挨拶しに行くことはほとんどなく、すでに知っている人と話すことが多い。社交の場か、まずな。新しい人に挨拶する、あ、確かないな、それは。すでに知っている人と話すね。わざわざ新しい人にこんにちはって行くってことでしょ。一つのプロジェクトを完全に終わらせてから次のプロジェクトを始めるのが好き。いや別にそうでもないな、全然。自分はとても感傷的だ。感傷的？何これ？多分そう。予定表やリストなどの整理管理ツールを使うのが好き。あ、めっちゃ好きだよ。予定スケジュール帳めちゃくちゃ書いて、些細なことでも間違えると自分の能力と知識全般を疑ってしまう。わ、これ私のことやん。これ私のことやん。すごいね、よくわかってる。自分が興味のある人のところに行って話しかけるのは簡単。これ簡単だ、これは。クリエイティブな作品のいろいろな解釈や分析の仕方についての議論には興味がない。何？クリエイティブな作品のいろいろな解釈や分析の仕方についての議論には興味がない。どういうこと？クリエイティブな作品のいろいろな解釈、分析の仕方について議論には興味がない。ちょっとよくわからん。あ、考察？あ、考察班？いや、めちゃくちゃ興味あるね。考察はめちゃくちゃ興味があるね。だから興味がないには同意しない。自分の心より自分の頭に従うことが多い。いや、心ですね。どういうこと？自分の心より自分の頭に従うことが多い。なんだ。いや、心だな。ってことは同意しないですね。こうやって頭に従うってことは、頭に従うってことは、これが食べたいって思ってるのに栄養があるものを食べるみたいな感じ。私がヨーグルトとおからを食べるみたいな感じ。ってことよね。あ、違う。まあ、そんな感じ。あ、そんな感じね。ちょっと難しいな、これ。急に。急に難しいな。でも私、あれだよ。効率重視ではありますよ。それとはまた別ですよね。効率重視ってわけではないですね。ちょっとこれの意味がわからないってことは心派ってことですよね。でも
日々のルーティーンを決めるのではなく、いつもその時に自分をしたいことをするのが好き。私のことやん。会う人に好印象を残すかどうかはほとんど気にしない。え？好印象？好印象、まあ、残したいよね。気にしないことはないと思う。ってことは同意しない、ほとんど気にしない、気にしない、同意しない。グループで何かをするのが好き。いやー、まあどうだろうね。結局グループで何かしたら楽しいけど、何かをする、何かっていうのがちょっといろいろありますね。好きなんだろうな。別に一人で何かをするの普通。どうしようかな。別に一人じゃなくてもいいし、一人でもいいんですよね。好きにしとこ。結末を自由に解釈できる本や映画が好き。いや別にどっちも好きだけどな。まあ好きですね。自分が何かをやり遂げるより周りの人が何かをやり遂げるのを応援することで幸せを感じる。これファンの方のことや。これファンの方のことやんけ。同意する。まあどっちも好きだけどね。どっちも幸せは感じますけどね。これ同意しないだったらどうなるの。今はさ、今の立場からいくとさ、自分が何かをやり遂げる方じゃないですか。っていう観点からいくと同意しないになっちゃうよね。どうする、これどうする。え、これさ、分かれ道じゃない。何かをやり遂げることよりも周りの人が やり遂げるのを応援することの方が幸せを感じてるってことでしょ。これアイドルとしてどっちなんて。これ同意しちゃっていいの。同意しないにしとこうかな。だって今違うもん。今違うもんな。いろいろなことに興味がありすぎて次に何に挑戦するか決めがたい。いや別に興味があったら全部挑戦する。物事が悪い方向に向かうのではないかと心配しがち。あ、私ですね、これ。複数人で何かをするとき、リーダー的役割は避ける。いや、そうですね。リーダーちょっと違うかな。芸術的なタイプでは全然ない。いや、芸術的なタイプだよね。え、人々が感情ではなく理性に頼れば、もっと良い世界になると思う。あ、それは思うよ。やらなければいけないことをしてからリラックスするのが好き。いや、あ、そう好きですよ。これ本当に10分で終わるの。人が口論するのを見るのが好き。全然好きじゃない。嫌いだよ。注目を浴びないようにしている。あ、私のこれ。とても急に機嫌が変わることがある。とても急に機嫌が変わることがある。いや、そんな変わんないです。自分より効率が悪い人がいると我慢できない。あ、ちょっと我慢できないな。いや、我慢できるけど。全然我慢できるよ。もっとこうしたらいいのになっていうのは思うし、まあ、我慢できるけど。どういうこと。我慢はできるから同意しないでいいんかな。これむずいな。だって我慢できるもんね。
我慢できないって言っちゃうってこと、もっとこうしなって。いや別に我慢できるな、同意しないでいいか。これ大丈夫かな、めちゃくちゃ変わりそうなんだけど。ギリギリ最後にやっと何かをすることが多い。いやそうでもないんだよな。いやそうでもあるかな。いやそうでもないの。死後について以前からずっと興味がある。いや興味はないですね。一人でいるより人と一緒にいる方が好き。どっちかっていうと好きかも。議論がとても理論的になると退屈に感じたり興味を失ったりする。あするかもしれん。自分とは全然違う経験をした人の気持ちを難なく理解できる。理解できるかもしれんな。いつもギリギリ最後まで決断を遅らせる。いや別に一度決めたらその決断を疑うことはほとんどない。ほとんどないね。とても疲れる一週間を過ごした後は賑やかな社交の場を楽しみたい。いや別に。美術館に行くのが好き。あ、好きです。人の気持ちを理解するのは難しいとよく感じる。いや難しいとは思わない。全然よく感じないですね。日々のやることリストを作るのが好き。作ったことないの。不安はほとんど感じない。いや感じますね。電話はかけないようにしている。まあ確かにかけないように、いやかけ、そんな無理にかけないようにしてるわけではないけど、特に自分と違う考えを理解するためによく自分と違う考えを理解するためによく多くの時間を費やす。あ、費やしますね。友人間でまず誰かに連絡して何か提案するのは自分である場合が多いかもしれん。計画が途中で中断されたらできる限り迅速に再び軌道に乗せるのが最も重要だ。重要かもしれん。ずっと前に自分がした間違いをまだ気にしている。気にしてない。人生の意味や人間が存在する理由について考え、人生の意味や人間が存在する理由について考えることはほとんどない。めちゃくちゃ考えとるな。考えることはほとんどない。ほとんどない。同意しない。感情をコントロールするのではなく感情にコントロールされている。感情がコントロールするのではなく感情にコントロールされている。いやそれはないな。誰かに非があってもその人が周りに悪く思われないように私が細心の注意払う。あ、これは払いますね。仕事のスタイルはきちんと着実に努力するではなく自然発生する。エネルギー爆発の連続に近い。いやそれはどうだ。どういうこと。誰かに高く評価されるとその人が自分に落胆するのに、どれくらい時間がかかる。考えてしまう。あ、でも考えますね。それはほぼいつも一人で作業をする仕事に就けたらいいと思う。別にそう思ったことは別にないですね。ちょっと思ったことはあるけど、抽象的な哲学的問題についてじっくり考えるのは時間の無駄だと思う。抽象的な哲学的問題。いや、めっちゃ考えてますね。静かな隠れ家のような場所より人がたくさんいて賑やかな雰囲気の方が好きじゃない。一目見ただけでその人の気持ちがわかる。おもろい。待って、これ、あ、
重圧で押しつぶされそうだとよく感じる。よくは感じん。一つ一つ順序を追って念入りにことを全うする。あ、全うします。賛否両論と言われていることにとても興味がある。え？興味は別にない。自分より他の人の方が必要としているならいいチャンスも逃すかも。締め切りを守るのが苦手。別に物事はうまくいくだろうと自信がある。自信はない。え、これさ、変わりそう。やばい、どうなる？どうなる？え？提唱者。提唱者になった。この前は冒険家だった。変わったぞ。わー、変わりました。冒険家じゃなくなった。いや、もう時間がない。誕生日おめでとう、名古屋さん。おめでとうございます。精神年齢80歳やばい。それはやばいな達観してるってこと。これでもこれさ、変わるんですね。でも変わるんならさ、日々変わるっていくってこと性格変わらんよねみたいな、よく言うけど。まあそうか、まあそうだよね、まあそうだよね。なんか最初の愛かいいでめっちゃ変わるらしいね。愛なんちゃらなんちゃらか、いいなんちゃらなんちゃらで。内か外、うん。内向型か、外向型か。
私はでもそうな3回ぐらい変わったけど全部愛内向型、それは変わらん。アルバム待ってます、お待ちください。配信向けで少し答えを変えてない。いや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 、結構ちゃんと答えましたけどね。ちゃんと答えましたよ。でもそう、確かに途中からもうあの直感っていうか。もうぽいはいはいはいみたいなって感じで言ってから、ね、確かにそれはあるかも。いやそうなんよね、今の感じ私のパーソナルな部分なのかアイドルとしての高尾さやかなのかっていうのはありましたね。確かにそう、途中負けましたねもう一回やってみようかな、明日気が向いたらこれもみんなにあれか好印象は与えるために、私の意識とは別になんかやってたのかな、途中最初の方にあった最初の方にあった質問で(笑)アイドルの部分を一旦置いといてね。いや結構でも答えましたけどね、正直に。おもろいね。じゃあそろそろ読もうかな。そうだ、早く寝なきゃ。確かに答え方は確かに頑張ります。もう明日明後日で終わっちゃうしね、ツアー。なおやさん、たっちーさん、こっぺさん、らくらくさん、まいせんたん、なおさん、せいやんさん、けんたろうちゃん、こうべのひっきーさん、ラティアさん、けいさん、ひらにーさん、ゆいぞうさん、おうさむさん、みつるんさん、たんたんさん、ふじぽんさん、こうちさん、いなっちさん、台湾のこうさん、きむこさん、猫のおかずさん、メガバイトちゃん、きちねさん、ホタテ様、ゆうすけさん、ロックオンさん、ゆうきさん、50アップくん、ファルコンさん、シュウさん、しげっきーさん、
りょうさん、りょうへいさん、ありがとう。ハッピーだった。おー、よかった。そんなそんな、ありがとうございます。なんか6月はね、あとね、一番くじにピアノちゃんが登場するんですよ。嬉しい。ついに、ついにピアノちゃんが、お前もあったか。絶対に当てる。絶対に当てる。ポーチ、ポーチを今探してたんですよ。そしたらピアノちゃんのポーチが一番くじにあって、でも各一枚って書いて、ん？各一、一つしかない。これはキビいんですか？これはキビいんですか？ワンセット全部買えば当たる？え？でもピアノちゃんさ、最近こう、なんだっけな、サンリオ学園みたいなのが最近グッズに出たんですよ。そこにピアノちゃんが入ってて、サンリオ学園、なんかキャラクターが制服着てる。選抜入りしてて、結構神セブンなんじゃないかって思うぐらいで、広島のサンリオショップ行ったらいなくて、ピアノちゃん、店員さんに、すみません、ピアノちゃんいませんかって聞いたら、はい、もういません、再入荷も分かりませんみたいな。ってピアノちゃんどこ行ったの。リネとリネはシナモンが好きだから、シナモンとピアノちゃんお互い買ってお揃いにしようねみたいな言いよったのに、でオンラインショップ見たら購入不可になってた。しかも シナモンはいました。ついに、ついに、バイバーイ。